山形伊三郎山形伊三郎から1927年9月24日は日本の官僚。元老、山形有友の養子で公爵を継いだ。旧姓はカチ妻は加藤博之の娘の高子。息子は有道、三郎と養子の友好。勝兼助と山形有友の姉、都子の間に次男として生まれる。明治維新の立役者の一人であった有友には三。 何四女があったが、次女以外溶接して、山形家を継ぐべき子供がいなかったため、老いである伊三郎を養子とした。ドイツ留学後、内務官僚として、徳島、三重県知事、地方局長、内務次官などを歴任した。1906年に第一次、西恩寺内閣で、定身大臣として入閣。1908年7月7日、定章辞任後貴族院議員に直選。 1910年には、韓国副党官となり、韓国併合後は朝鮮総督不正無双官となり、中枢院議長も務めた。原隆首相により3.1独立運動後の、文官朝鮮総督に偽せられたこともある。1922年、枢密顧問官。1925年に統領士として、普インドシナに派遣された。山形公爵家は、 息子の山形有道が継いだ。有道は宮中に仕えて、自重や指揮部官を務めた。養子の山形有道は分家として、山形男爵家を建てた。1996年から JR 九州、被殺線を走っている、観光列車、伊三郎号は、伊三郎に由来する。伊三郎の定唱在任中に、被殺線が建設され、 矢竹第一トンネルの変額にイサブローの記号が残っていることから命名された。ありがとうございます。